今日は1月25日、まあ午後3時ですね。この前土曜日からこの木ですね、結構切ってるでしょ。はい、結構こっちに張り出してたし、あのこの前の台風10号で避けてたりしてたんですよね。で、はい、こんな風に切り落としてこっちに落としてます。で、この石垣の方も結構泥側に はみ出してきてるでしょ。だからもうちょっと上まで一回きれいにしとこうかなと思って、そういう作業を今やってます。はい、昨日はちょっと日曜日は唐津市議選の地元市議の掲示板のポスター貼りですね、そういうのにちょっと借り出されて出ましたので、まあ昼からやろうと思えば作業はやれたんですけど、もう昼からもう納休日にしました。はい、そういうことでね、結構すっきりしてるでしょ。結構切りましたので、ここの交通量が少ないんで、そういうのを見ながらやればあんまり危険性はないということでやりましたですね。はい、はい、結構大きい、その辺は大きい石垣が積んでありますよね。その辺ももうほとんど木の陰になって見えなかったんですけどね、そこまで。これくらい開けとけばまたこういうのがそこら辺を覆って少し補強になるというか、石垣がこう張り出してくるというか崩れかけてくるというか、そういうのを防ぐと、こういうやつですね。いっぱいはびこればこの辺、はい、まあ、そういうことで、ある程度は残してます。はい、ずっと広がるように。はい、そういうことでちょっとこういう作業をやってますということで、撮影しました。あ、それからまだはっきりわからないんですけど、今朝6時だったかな、結構放射線が上がってたんですね。だからまたやってるのかなと思ってましたけど、上がったり下がったりしてるんでやめたのか、ちょっと よくわかりません。で、結構その前が強風だったんですよね、ずっと東寄りの風で。で、ちょっと放出してるんじゃないかなという疑いがあったんで、しばらく2時間ごとに測定しましたけど、あんまり、放出してるということがはっきり分かるようなデータが出なかったんでやめてましたけど、はい、今朝ちょっとそういうことで上がりましたので、またまたやってます。6時以降は2回平常値だったんですけど、その次がちょっと高くて、で、さっきの2時か、午後2時のはまた下がってますので、ちょっとよく分かりません。放出してるのかやめてるのか、ということでもう少し測定します、2時間ごとに。だからもうこれも4時近く、4時前にやめてもう帰ります。で、それからまた出てくるって言ってももうすぐ暗くなるんで、もうそれだから、その4時前にやめて帰ればもう終了です、今日の作業は。はい、はい、そういうことでこういう作業やってますということですね。はーい、撮影終わります。はい、3時45分ですね、そろそろやめて帰ります。はい、ほんの少し、あ、この辺だったかな、だから1、2、3、3、4メーターですね。くらいしか行ってませんね。はい、こんな感じでゴツゴツですね。さっきその辺には、あれですね、あれ、ああいう木がこっちに張り出してたんで、ああいうのも切るともちょっと手間取ったんですけど、そっちの方にはそんなあんまり木はないみたいですね。その杉が1本あるだけで、この杉も結構こっちに張り出してるんで、折を見ても根元から切ろうかなとも思ってますけど、
ちょうどこっちが荒れてるんで、もうここに倒し込んでいいんじゃないかなと思う、はい、よそのよその畑ですけど、はい、そういうことで、今日の作業は終了です。もう、ここの作業が終わったら一回撮影するかもしれませんけど、この作業の撮影はもうしないつもりです。撮影終わります。はい、今日は1月27日今午前10時ですね。はい、一応終わりました。今日は8時前から来たかな、はい、ですね。はい、カズラというかそういうあれがいっぱい、カズラじゃないね、こういうやつや、こういうやつ、大体ちょっとなんていうのかこれが分かりませんけど、はい、杉は根が上からその辺から U ターンしてますね。だから根は上にあるようです。その辺じゃなくてもうちょい上、石垣の中に入ってたらどうしようかなと思ってたんですけど、石垣の中に入ってないからこれは切っても支障ないみたいですね。その根が腐っても上の辺だけだから、はい、はい、ほぼ U字ですね。根があの辺にあるからこうはい、はい、結構大きい石を積んでますよねこの辺、はいはい、まあ石垣が膨れてるような感じじゃないから大丈夫でしょう。ちょっと危なくなってくるとだん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  こっちにせり出してくるんですよね石垣が。この辺は親父がいっぱいゴミみたいなビニールをいっぱい敷き詰めてますけど、ちょっとこれを取るのは今からは、ユンボかなんか持ってくるならですけど、手で取るのは大変でしょうね。まあ片付けてそこに枠をしてまた、泥が流れないようにしたいんですけどね、こっちに。はい、はい、でまたちょっと面白いのを見つけました。あ、それとその脚立がですね、だいたい 2.8 じゃなかったのかなと思うんですよね。だからそれを伸ばしてるから約6メーター近くあるんですよね、ここ。この石垣、その一番高いところは。はい、で、上から作業をしながら見てたら、ここはよその土地なんですけど。はいはいはい、ここもイノシシですね。ああ、かかった。はい、はっきりわかるでしょ、沈めの跡がね。はい、この辺もはっきりわかるでしょ、ほらね。だからこの辺が、イノシシの溜まり場、その辺がちょっとぬた場にしてるみたいですね。水が溜まってるでしょ。まあ冬場はやらないかもしれませんけど、そういう泥をつけて寄生虫なんかを防ぐとですね。はい、はい、ここは我が家の隣の畑ですけどね、はい、だからこっちもある程度追い込んで草を刈っておく必要があるんですよね。こういう風でいっぱいイノシシがうろついていますので、はい、はい、そういうことで、撮影は終わります。